おはようございます。二人とも来てくれたんだね。ありがとう。朝から元気っすね、七尾くん。お前が死人みたいになってどうする。マネージャーから見学の許可が下りたからな。曲の行く末も見たかったし。今回は人に優しい音楽に仕上げた自信ありますよ。突っ込むところそこなんだ。でもでもそのおかげで練習楽しかったよ。今からファンの人たちの前で歌うのすんごく楽しみにしてるんだ。振り付けもバッチリ。ありがとうございます。頑張った甲斐があります。俺も実のところお前の作った曲ちゃんとは聞いてないんだよな。あれ？そうなの？てっきりもう聞いたのかと思った。本番で聞きたいって言われて、途中から俺だけでやったんすよ。って言っても、七億に渡すデモミ音源完成の手前ぐらいまでは林道さんに泣きついてましたけど。お前本当に人間に歌わせる曲作るの苦手だな。何でも歌ってくれるミクさんに一生足を向けて眠れません。そろそろ時間ですかね。だね。握手会前のミニコーナーだからすぐ終わっちゃうけど、しっかり見ててね。今回は夕霧は出ねえんだな。七瀬は明日なの。ほら、同時にやっちゃうと人多すぎてファンのみんながのんびりできないからね。七瀬は七瀬で新曲別にあるって言ってたから、暇だったら見に来てあげて。今日は別の仕事でいないけど、喜んでくれると思うよ。戸張さんに確認取ってみます。それじゃあ行ってくるねー。みんなー、今日は僕のイベントに来てくれてありがとう。今日は来てくれたみんなに特別に新曲を披露しちゃうよ。みんなが思わず共感しちゃうようなキュンってする曲なんだ。目いっぱい歌うから応援してね。夢で何度もシミュレーション、思い通りね、イマジネーションだけど、リアルは重いかから回り、私は不器用ハイコンブリー、きらめくドレスで舞踏会、かぼちゃの馬車に飛び乗って、このままでいいの。あなたに好きをああいう瞬間、12時の鐘が鳴り響く、ガラスの靴は残せない、私は臆病死んでる。